災害で断水が発生しても、十分な水があることでより衛生的な生活を送りやすくなります。ここでは自動運転車による水の輸送の可能性を示します。断水時には給水所から重量のある水を自宅まで運ぶ必要があり、生活に必要な最低限の水を確保することが大変でした。そこで災害時の水の配送に自動運転車を活用します。被災地の住民は自治体から配られた目印を自宅前に出すことで配給場所を指定します。その目印をドローンなどでカウントし、地域での水の必要量を把握します。地域から集められた情報を統合し、効率よく配送できるルートを計画します。その排水計画に従い、自動運転車によって住民それぞれのもとに水が運ばれていきます。このようにして断水時にも手洗いやトイレに使える最低限の水を確保しやすくしています。こうした仕組みを平時にも応用することで、例えば人口減少で水道インフラの維持が困難な地域の水道の代わりになるかもしれません。